こんにちは、あるいはこんばんは、ユアンド院長です。今日はかつてないほどの難しいマシュマロが届いてしまいましたので、こちらをねえ、これほんと難しいぞ。これはほんと俺のとこ来たから、これはい、いただいた質問を読んでいきたいと思います。こんにちは。最近親戚のお兄さんが結婚しました。白人のお兄さんと結婚しました。私はそういうこと、かっこ多様性というのでしょうか、はテレビやネットの中の世界なのかとなんとなく思っていたので驚きました。通常であれば自分の息子の配偶者をお嫁さん、自分の娘の配偶者をお婿さんと呼びますよね。結婚して相手側の家に引っ越すと婿入り、嫁入りと呼ばれるのですよね。かっこ今の時代はほとんどいませんけども。結婚式ではどちらも真っ白な綺麗な衣装でした。2人ともスカートドレスではありませんでした。どちらも花婿さん、はてなはてなはてな。私は田舎で育った古臭い人間なので少々混乱してしまい、よく分かりませんでした。そこで人生の大先輩である院長に、これからの21世紀の失礼のない新しい呼び方をぜひ考えていただきたいのです。よろしくお願い申し上げます。25歳、女性からにします。もうこれなんか下手なこと言ったらさ、まあ、こんなチャンネルの規模だからさいいけどさ、爆裂大炎上するやん、下手なこと言うたらね。えいいですか。まずテレビやネットの中の世界なのかとなんとなく思っていたので驚きましたということですけども、安心してください、私もこんな質問が来て驚きましたということでね。これがさ、何フェミニズムっていうのでさ、自分のさ、こう奥さんのこと、奥さんっていうのもダメ、奥に引っ込んでるみたいなでダメ、妻もダメ、差別だみたいな、そういう話もある中ですよ。同性っちゅうの、何なの、自分のこう妻を何て呼んだらいい、神さんって言ったら、神さんってほら上やん、神さんでいいとかもう考えちゃうぐらい。奥さんがって動画でこう言うじゃないですか。これをさ、例えばこう奥さんって言っちゃう、さん付けじゃん。でこううちの嫁がさみたいな、はい、言い方したらさ、はあ、女性を下に見てるわこのおっさんって思われがってしまうかもしれないわけよ。言葉めっちゃ選ぶ中来たよこの質問みたいな、はい、ということでね、これ申し訳ないですけど、南越行った時に秋代に振ろうかと思ったんですけど、あいつなんていうのかと思って、もっと燃えそうだったんで僕が取り扱うことしたんですが、性別という概念の存在してない呼び方をせざるを得ないわけですね。はい、肉体性です、あくまで、はい、なので、まあ、やはりここはおとなしくもうパートナーと、はい、親戚のお兄さんのパートナーということになるわけ。これほんと難しいな、これセンシティブだな、これ。あのどこまで言っていいんだろうか、あの男性同士で愛し合うということを否定をしてはいけないわけです、この多様性の世の中ね。いや、それ全然構わないんですけど、男性同士であってもちょっとここから小声でいきますけども、まあなんていうのかな、綺麗に言うと男性役と女性役みたいな役割分担があったりするんですよね。あったりするんですよ、はい。それに準じて本人たちがどういうふうに呼んでるのかなっていうところでいいんじゃないかなと。例えばその親戚のお兄さんが妻ですと言って白人のそのパートナーを連れてきた場合は、あ、妻なんだな、奥様でよろしいんじゃないでしょうか。ただ何もそういったこうね、あれがない場合はやはりパートナーが一番綺麗ですよね、はい、結婚してるパートナーということなんですよ。性別ないでしょ、はい、これは難しい問題ですよね。僕もね、あの息子がいるんですけども、ほんとね、もう親のエゴになっちゃうんだよね。この性別に準じた恋愛をしてほしい、結婚してほしい、子孫をつないでほしいと、これはねただのエゴになっちゃうんですよ。いや、手厳しいよ、手厳しい。それこそ俺は昭和50年生まれだから、その
令和になったこの多様性の世の中にの難しさをね、親になるとより感じますよ。動画をお楽しみのところ、ちょっと失礼します。ユアンドー TV では現在、マシュマロを募集しております。概要欄のリンクから質問を投げてください。採用された患者さんには来店ポイントを差し上げております。質問には性別、年齢、名義の上お願いします。生体以外の質問も募集しております。それでは引き続き動画をお楽しみください。高校生の頃に同級生でね、男の子なんですけど、明らかに女子だよねって、君女子だよねってこういたんですよね。当時はそんなことないよ、うん、そんなことないよって言ってたんですけど、走る時も、まあ、こう走るじゃないですか人って。でもその子はね、こう脇を締めてこうやって走るんですよ。だからいやもうそっちだよねみたいな。まあ僕昔からその否定するってこと基本ないんですよ。ないんですけど、はっきりしてほしいっていうのは思っちゃうので、まあそっちなんじゃないのと思ってたんですけど、数年とかもう10年以上経って、まだミクシーが流行ってた頃にその子を見つけたんですよ。あいつやんみたいな。そしたら恋愛対象男性って書いてありました。はい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 、多様性ですね、はい、LGBTQ ってこうありますけど、こう細かいんですね、こう分類が。でそれぞれにこう何かこう考えとか思考がこうあるので非常にこう難しいんですけど、男性であって男性が好きっていうのと、女性だと思って自分の性自認が女性であって男性が好きっていうこと、いろいろこうあるんですよ。でこれ本当なんか超複雑だなと思ったけど、女性で肉体が、でも自分の性自認は男性なんだけど、恋愛対象として女性じゃなくて男性を好きな男性に男性と思って恋愛してもらいたいっていう人いるんですよ。もう細かすぎるし意味全然わかんないんですよ。考えや相性が合えば、まあパートナーが見つかったんだったら本当にそれは、やっぱ僕はね結婚してすごく幸せだなってずっとその当時も今もずっと思い続けてるので、それでこう幸せな人生が歩めるんだったらね、まあ、それでいいんじゃないかなって、はい。だから僕はそのさっきはね親のエゴで言いましたけど、じゃあそれで息子が不幸になっちゃうんだったら、まあそのエゴは捨てざるを得ないなって覚悟はしてますけど、親としての気持ちとしては結構辛いですよね、そういう決論というか決断に至ってしまわれた場合はですね、結構辛いなとは思うんですけど、まあ、でも自分の思った幸せの形を掴んでもらいたいっていうのもあるのね。どうせね、僕はよく言うんですけど、まあ親っていうのは過去、はい、で子供は未来、はい、で息子にとっての僕らは過去になってくるので、いつか消えていくじゃないですか先に。なのでね、古い考えに縛ってはいけないなとは思ってるんですけど、できればできればね、そういう細かい分類のところに入らないでもらいたいなっていうのは正直な気持ちです、はい。でもね、そうなっちゃった場合はね、まあ、相方さんパートナーでよろしいんじゃないでしょうか。いやー難しいですね、本当にセンシティブすぎてね、話題として取り上げるのも本当難しいですね、はい。僕の患者さんでね、もう長く通ってる人でアセクシャルの子がいるんですけど、知ってますか、アセクシャルって。まあ、LGBTQ で言うともう Q ですよね。だからすごい希少な人なんだけど、自分の性別が心にないっていう人がいるんですよ。だからこう異性だろう同性だろうが恋愛感情っていうのが全く湧くことがない、はい。それもね、ファッションで言う人いるんだけど違うの、もうガチです、ガチ、はい。だからこう服装とか髪型とか全部中性的、どっちだろうって思ってもらってるぐらいがちょうどいいみたいな、はい、という方もいるんでね。それとかね、僕が昔よく飲んで歩いてた頃に行ってたバーの
バーテンの子が、まあ、肉体は男の子なんですけど、まあ、心は女子なんですよね、はい、でよくあの晩ご飯を作ってもらったらあのお店でね、はい、でちょっと院長特別にみたいな、はい、ちょっと大盛りにしてくれたりとか、いろいろよくしてくれてたんですけど、まあ、そいつがあの誕生日に僕はよくねキューンっていうメーカーの T シャツを着てたんですよ。こう死ねばいいのにねとか書いてある、まあ、可愛い顔したウサギがついてる、キューンが好きでよく着てたんだけど、誕生日なんだけどみたいな、おおどうしたのっつって、私もキューンが欲しい、当時ちょっと高かったんですよ、はい、もういいよっつって、もう買ってきてやるよっつって、わざわざキューン行って死ねばいいのにねって書いてある T シャツ買ってあげたんですよ。おいっつって、これタンプレっつって、そしたら言われましたよ、もうのんけのくせにずるいよ、意味わかんねえ、意味わかんねえ、なんだそれ。僕ね、あの心が女性だったら女性として扱うので、はい、そんな感じでね、はい、非常に難しいですね。これどっちの親戚のお兄さんなのか、白人のお兄さんなのか、どっちの心が女性なのか、それとも男性男性なままなのか、わからないですけども、はい、パートナーさんということで、まあ、そうやって言うのも差別だって言われちゃったら本当何も言えねえ、本当何も言えねえって思ってますけどね、はい、ということで、あなたもねよかったら、まあそのように当たり障りのない言い方をするっていうのが人生の先輩からのアドバイスです。ご理解していただけたでしょうか。ご視聴ありがとうございました。